セント・ジョン・ザ・バプテスト軍は、アメリカ合衆国ルイジアナ州の南部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査での人口は45,924人で、あり、2000年の43,044人から6.7%増加した。軍庁所在地は、国勢調査指定地域のエイドガードであり、同軍で、人口最大の町は、ラプラスである。 セント・ジョン・ザ・バプテスト軍は、オーリンズ準州で当初定められた19軍の一つである。ニューオーリンズ・メテリー・ケナー大都市圏に属し、またニューオーリンズ・メテリー・ボガルーサ広域都市圏を構成している。18世紀と19世紀は、1720年代に退去して意味してきた、ドイツ人開拓者が開いたミシシッピ川沿い、ジャーマンコーストの一部と考えられていた。 1811年1月8日、ジャーマンコーストボードと呼ばれるアメリカ市の中でも最大級の奴隷反乱が始まったのがここだった。短期間ではあるが、川沿いのプランテーションから200人以上の奴隷が集まり、セントチャールズ軍を通ってニューオーリンズまで行進した。軍内には全国的に認められている19世紀プランテーションの建築物が3つある。 すなわち、エバーグリーンプランテーション、ホイットニープランテーション歴史地区、及びサンフランシスコプランテーションハウスである。セント・ジョン・ザ・バプテスト軍は、ルイジアナで2番目の高級的開拓地であり、ジャーマンコーストの一部と考えられていた。その開拓地は1720年代初期に、ドイツ人開拓者集団によって設立された。多くの家族が、現在、ルーシー、ゲリー・ビル、 リザーブと呼ばれるミシシッピ川周辺の地域に町を設立した。この地域は7年戦争後の1768年までフランスの統治下にあり、その後はスペインに移された。この頃、多くのフランス人子孫であるアカディア人が現在のノバスコシアからイギリスに追放されて南ルイジアナに到着し始めていた。イギリスは7年戦争に勝利し、 カナダのフランス領を占領していた。現在のオレスに最初のアカディア人集落が設立された。ドイツとフランスの文化が相伴って栄えるようになったが、フランス語が支配的な言語になった。彼らはクレオールと呼ばれる文化を発展させた。地域の開拓者たちはその時代に地域を支配していた。スペインあるいはフランスの政府から土地の特許を取得した。 これら特許には外して川に面した狭い土地が含まれ、ニューオーリンズや世界の市場に商品を行き来させるために都合が良かった。その他の土地は川から離れ湿地帯まで奥深く入っていた。これがフランスの決めた土地分割のやり方だった。物資の輸送の大半はボートを使いバイユーや湖を通って行われたが、19世紀に入ると、 ミシシッピ川もよく使われた。セント・ジョン・ザ・バプテスト郡となった領域は、標高9フィートの肥沃な土地があり、農業には、優れた場所であることが分かった。18世紀後半、農園主たちは労働集約型の砂糖キビ栽培と、加工に力を入れるようになり、奴隷の労働力に対する需要が増した。砂糖の生産は、農園主とニューオーリンズにとって、繁栄を意味していた。 砂糖で富を得た農園主たちは、カビな家屋や別荘を建設した。軍内に残っている三つの家屋が、国家的建築物として、また歴史的意義あるものとして認知されている。ミシシッピ川西岸には、ホイットニープランテーション歴史地区とされる家屋と、別荘の大きな集合と、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された、エバーグリーンプランテーションがある。 東岸にはやはり国定歴史建造物に指定されたサンフランシスコプランテーションハウスがある。サンフランシスコプランテーションハウスとエバーグリーンプランテーションは観光客に公開されている。ホイットニープランテーションは改修が予定されている。ホイットニープランテーションとエバーグリーンプランテーションはどちらもルイジアナアフリカ系アメリカ人歴史の道にある26カ所に含まれている。 1811年、ジャーマンコースト暴動が軍内で始まった。アメリカ市の中でも最大級の奴隷反乱だったが、短期間で収束した。奴隷たちは二人の白人を殺したが、民兵隊との戦いや、その後の素早い裁判によって96人の奴隷が命を失った。奴隷たちは5つのプランテーションを攻撃し、3軒の家屋を燃やした。ハイチから来た。 根血の奴隷、チャールズ・デスロンデスが、暴動の首謀者の一人だった。デスロンデスと、その追随者たちは、フランス革命と、ハイチ革命の理想とその成果に影響を受けていた。途中にあるプランテーションから200人以上の奴隷が集まり、セント・チャールズ軍を通ってニューオーリンズまで行進したが、その後に、多くの抵抗にあった。彼らは、計画通り武器を入手できず、 武装の整った民兵隊に敗北した。これらの衝突と裁判後の処刑により、デスロンデスと95人の奴隷が殺された。南北戦争や奴隷解放の数十年も前のことであり、その行動は自由に対する深い願望を表現していた。開拓者の家族が増加するにつれて、子供たちを教育したいという需要も大きくなった。南北戦争以前、 通常の農園主は北部のカレッジを卒業した家庭教師を雇い、その教師たちは家族と共に通常2年間といった長期に滞在することが多かった。家庭教師は農園主の子供たちすべてを教育することになったが農園主の家族は近所の子供たちも授業を受けられるように手配することがあった。南北戦争後の1869年、 フランス語の授業を望む家族たちがその文化を継続させるために施設の学校を作った。これはレコンストラクション時代の衆議会で初めて公立学校を作った時でもあった。最初の高等学校は1909年にエドガードとリザーブに設立された。子供たちは馬に引かせたバスや列車で通学した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば 軍域全面積は348平方マイルで、あり、このうち陸地219平方マイル、水域は129平方マイルで、水域率は37.07%である。セントジョンザ・バプテスト軍は、メキシコ湾からミシシッピ川を遡ること130マイル、ニューオーリンズ市からも上流に30マイルに位置している。この地域は、リバー地域と呼ばれ、 天然資源が豊富であり、サンベルトと呼ばれる気象にある。ニューオーリンズの平均月間気温は、1月の下市55.1度から7月の下市83.7度まで変化し、降水量は年間平均53.2インチ、月間では10月の2.52インチから7月の7.17インチまである。ニューオーリンズとリバー地域は、原料が手に入りやすく、天然ガス。 石油、硫黄、塩、生皮の生産では国内でも上位を維持している。経サ、ライム、粘土、木材、海産物など多様な産物も多量に生産されている。セント・ジョン・ザ・バプテスト軍はミシシッピ川によって二分されている。事実上は南北に分かれているが北部は東岸、南部は西岸と呼び習わされている。 ミシシッピ川は重要な輸送路であり、地域の重工業を支えている。セント・ジョン・ザ・バプテスト軍は東を、セント・チャールズ軍とポンチャートレーン湖、北をポンチャートレーン湖と、モーリパス湖、南を、ラフォーシェ軍と、アレマンズ湖、西を、セント・ジェームズ軍と接している。リバー軍部を構成する四軍の一つであり、リバー軍部の中心と称している。州内のこの地域は、 セント・ジェームズ軍、アッセンション軍、セント・チャールズ軍と共に、ミシシッピ川のニューオーリンズからバトンルージュまでの地域を構成している。これらの軍はすべて少なくとも一つの化学プラント、あるいは石油プラントがあり、地域の雇用を賄っている。セント・ジョン・ザ・バプテスト軍には、約239平方マイルの陸地があり、その大部分は、水域や湿地を含んでいる。 湿地は、現在連邦法で保護され、アメリカ陸軍公兵司令部あるいは、アメリカ合衆国や生成物魚類保護局が許可する、範囲に開発が制限されている。軍内の高台は、中石平野であり、ミシシッピ川の両岸にある。ミシシッピ川から、毎年流れてくる堆積物が肥沃な土壌を作り、昔から、トウキビ、大豆、トウモロコシ、また時には、 綿花などが栽培されてきた。このことと、ミシシッピ川という天然の輸送路があることで、下流域には多くの農場とプランテーションが作られてきた。プランテーションの多くは、単に広大な土地があり、質素な中規模の家や離れが高台に作られていた。しかしその中には、宮殿のような邸宅になったものもあった。騎士に沿った高台は、 農作物を栽培するために使われ、湿地は木材の伐採、及び狩猟、漁労に使われて価値があった。原存の堤防やポンプ設備が作られるまで、高潮に対して安全な場所は、ほとんどなかった。今日でも、軍内の大半は、洪水の危険性が高いとみなされている。東岸東岸の主要道は、エアラインハイウェイである。 この5車線、アスファルト舗装の道路は、バトンルージュとニューオーリンズを結ぶ主要道だった。現在でも交通量が多いが、多くは、軍北部を通る、週刊高速道路10号線に回っている。週刊高速道路10号線は、入線が制御された、規格道路であり、軍内には2カ所のインターチェンジがある。週刊高速道路55号線は、軍内を南北に、貫き、 北のミシシッピ州ジャクソンとその先までつながっている。ラプラス市の北東部で、週間高速道路1 5号線と交差している。リバーロード、別名ジェファーソンハイウェイは、ルイジアナ州道44号線であり、2車線、アスファルト舗装であり、ミシシッピ川に並行してうねりながら通っている。重工業の工場の多くがこの道路沿いにある。西岸西岸の開発が進んだ地帯は、 ルイジアナ州道18号線沿いにある。東岸の州道44号線と、同様、ミシシッピ川に並行して曲がりくねりながら通っている。さらに、ルイジアナ州道3127号線、別名リバーパリッシーズハイウェイは、東岸のエアラインハイウェイとほぼ、同じ役割を果たすものである。リバーロードほど曲がりくねっておらず、交通量も少ない。この道路は、 上流のドナルドソンビルに繋がっている。アセンション軍に行くには、ミシシッピ川に架か,かる、サンシャイン橋を使う。この道路の側はどちらも開発が進んでおらず、外して湿地に囲まれている。ルイジアナ州道3213号線に架か,かる、大駅兵記念橋、別名グラマシー橋は、東岸のセントジェームズ軍グラマシーとラッチャー近くに橋、発し ルイジアナ州道641号線を経由して、週刊高速道路10号線やエアラインハイウェイにつながっている。西岸の付け根はウォレス近くにあり、2008年に開通したルイジアナ州道3127号線につながっている。この橋の開通で西岸の開発に期待が寄せられた。西岸にはリザーブとエドガードでの渡し船もあり、 またセントチャールズ郡にあるヘールボックス橋も使える。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セントジョンザ・バプテスト郡ズ、セントジョンザ・バプテスト郡には下記の8つの町がある。セントジョンザ・バプテスト郡、セントジョンザ・バプテスト郡、教育委員会が地元の10の公立学校を運営している。ニューオーリンズ大教区が5つの宗教学校を 運営しており、他に2つの私立学校もある。チリ、ありがとうございます。